最後のピックガーッ好き好きやれ行くされたこれ好きこのわけわかんないこの音この番組はどれでしょう行くぞ行くぞすげえすげえなんか今日ねすごいことなってるよ今日ライブ後ですわなるほどライブ後にねいやだからさもう、はい、遅いよ夜今11時過ぎてます今そう11時過ぎてますねいつもね俺ら昼に撮るじゃんそうなんですよミッドナイトだねミッドナイトです初めてただ今日はね、はい、ライブ後っていうことで、はい、めちゃくちゃ声出ます声出てるねいやこれがベロだよ言っちゃったそうなんです今日なんかね皆さんあの様子が違うと思いますけどさせっかくなんでこっちこっち来るあそうこっち行った方がいいせっかくだからねこの辺に来てさしっかりおいいねいいねその目に焼き付けるよおいいね PV みたいだよ確かに PV みたいだよめちゃくちゃ綺麗じゃんこういうカットあるよめちゃくちゃ綺麗じゃんいいじゃんあいいよいいよ本当ベノムやばいやばいベノム笑いやばいやばいいいよいいよマイスクリームコーチのデスヌイ様でございますそしてジュルカのボーカル、リコでーすよろしくあれですね、ベノム仕様ということで。ベノム仕様です。そうです。最近、ジュルカというバンドの、新曲。はい。ベノムという曲が出ましたね。はい。ありがとうございます。そして、僕がレコーディングにちょっと参加させていただきまして。そうなんですよ。ありがとうございます。もうね、はい、戦車ですわ。戦車超えても戦闘機よ。やばいわ。戦闘機の上なんだね。あ、ごめん、違ったわ。戦闘機バリバリ言わないわ。あ、そうだね。そうだ。今日はやっちゃいましょうかどんなわけだやっちゃいましょうやっちゃいましょ う, もうフルベノム仕様で本人リアクションやっていきたいと思いますやったぜこれはね、うん、マホンチャンネル初なんじゃない、うん、初ですね初ですよねこんなもうちゃんとしてきた人っていうかそのそうなんですよ全部やってきた人これが普段の自分ですからこっちがねこっちが普段のが逆にねそうなんですよこれで普段は過ごしてますあんなね、うん、ボケたやつとはさよならにーす今日はね、あんまりボケないで。ほぼボケないですから。そうですね。真面目な動画をお送りしたいと思ってます。たまには。たまにはね、うん、いいじゃないかと。そういうことでしてるお送りしましょう。はい。なので、皆さん、ベノムという曲ご存知ですか？もうとにかくやばい楽曲ですんで、最後までぜひ、この動画もご覧いただければと思っております。チャンネル登録よろしくお願いします。そうです。こんな感じで、日々リアクション動画とか、あとボイトレ関係の動画とか配信しておりますんで、まだチャンネル登録をお済みでない方は、チャンネル登録、あと、この時点で高評価もしてもらえると嬉しいです。よろしく。今すぐしろーあーあー夜なんだからな眠いんだからな近所迷惑にならないから大丈夫そうなんです。もう完全防音なんで。あ、大丈夫です。オッケー、大丈夫です。オッケーです。問題ないです。オッケーです。じゃあ本編いっちゃいましょう。さあ、ということで、見てまいりますけれども。外した今。こういった。片目見えてないから。そうなんだよそうなの。距離感がね。そう、距離感がもう完全にバグっておる。バグってるからね。このベノムという曲なんですけれども、うん、これ、今日撮ってる時点で、12日前。に公開されておりますが、はい、なんと、はい、15万再生。うわあ！なにそれ？やばい。やばくない？やばくない？めちゃくちゃ再生されてない？やばいじゃん。結構ジルカ最速なんじゃないこれ？そうだね。いうことなんで、うん、この15万再生されてる理由が、はい、わかると思うので、なるほど。見ていきましょうか。はい。聞いていきましょう。行きましょう。行きましょう。行くぞー！ってやってきたんでしょさっきもね、はい。やってきました。行くぜ！はい。ナイス！あー始まったぞー！かっこいいぞ！もうかっこいいんだよ。テンション。はい。ちょっと待ってください。はい、いいですよ。ここでちょっと最初に言わせていただきたいんですけども、はい、このエレクトロ感えぐくないですか？いや、わかる。そういうシリーズなんでしょう。今ね、ジュルカが、うん、3段ね、うん、EGM っていうのを出しておりまして。EGM とはEGM、はい、エレクトリック、はい、ゴシック、はい、メタルの、はい、略でございます。言えたわ。言えたね。噛まずによく言えたわ。よかったよ。受けずにね、うん、ちゃんと正式なやつを言えましたね。ブラックと来て、そう、オーバーキル、ベノムと。よく知ってますね。もちろんです。さすがですよ。もちろんです。だから、ちょっと電子音チックですよね。そうなんですよ。すでにね。生ドラムじゃなくてさ、うん、こうつくたんつくたん言ってる感じのさ、つくたんつくたんって言ってるね、ドラムベース的な、うん、同じことしか返してなくてオウム返しみたいなそうだね、バグってんねライブ後だから、ライブ後だから頭が回ってないね二人とも
夜遅いんだからね、今日もね、いつも寝てんだからさ。そうだね、エレクトリックですね、うん、そこも着目です。ラップ、ちょっと俺最初からいこう、最初からいこう、うん、ね、なんかね、かっこよかったよ、今ね、ラップしてたよ。本人、本人ですか、本人。何も聞こえない。ここをね、2人でやったんだよね。そう、2人でね、この2人でやったのよ。そうなんですよ。あの、しかもちゃんとこの音でやったんだよね。この音で、2人ともこれで。そうそうそう。すみませんね、聞こえなかったから。いやでも、いいですね、はい、これめっちゃかっこいいよね、ダウンでね、ダウン。ピークしましたよ、はい、重なってるんでね、よく聞いてほしいね。そして一度こう、うん、一回広がります。そう、広がって、そして間もなく、めっちゃめっちゃ痛い。この細かいシャウトの応酬なんですよね。やばいでしょ。やばかったよこれ。まあ細かいそのシャウトの種類というか、うん、まあいろいろあるんですけど、まあね、そのラップっぽいこう韻踏んだ感じ、それと韻踏んだ後にこう切り捨てる感じ、うん、ああなるほどね、細かいニュアンスだね。それがちょっと今日はこれだけを言うためにここに来ました。もう終わりじゃんもう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。そんなことないですね。切り捨てる感じなんだ。切り捨てる感じ。ちょっともう一回聞いてみよう。あ、ぜひぜひぜひ。あ、でも確かに切ってる感じあるかもな。うん、この辺もちょっとすでにね。来るよ。うん、あ、あ、あ、確かに。あ、じゃないな。チンじゃないな。入れるな、その音を。その音を入れるな、ここに。じゃあシーケンスに入れるな。本当にわざとチンっつって。切り捨てる感じ。切り捨てて、うん、まぁ、あ、ちょっとラップい、ラップいやって。ラップいやラップくて、うん、ちょっと韻踏んで。韻踏んでましたね。こういく感じ。はいはいはい。かっこいいですね。気持ちいいよね、聞いてて。いや、気持ちいいですね。シンプルに。一応ミドルなんですか、これ。これミドルです。あの、うん、前にお話ししたことあるんですけど、結構ジジイですね。はい、あ、ジジイ系ね。ジジイ系。息結構いっぱい吐くんだ。息、あの、はいはい、もう、だいたいチェストから出してるから。いやーうわ毛。ライブ後だから。そう、より精度高えな、いつもいつももすごいけども。確かに。舌根をね、うん、下。ベロの根っこですね。そう、ベロの根っこをちょっと動かしたりして、うん、はいはい、これ、ジジーシャウトって結構高低差つけてね。ああ、へえ、そうなんだ。そう、ここね、すごい難しくて、うん、普通に喋ってる時って、舌ってあんまり動いてないんだよね。うん、特に日本人はね。そうなんですよ。うん、そうなんですよ。うん、それが、こう、何、うん、中央無尽。ちょっと顔じゃ表現できなかった。ベロだから。そう、ベロだから。それが、もう、ベロムね。ベロムね。ベロ、そう、ベロムが、こうなってったりとか、はいはいはい、ちょっとこう、ケツ上がり。ああ、ケツ上がりとか、先がね。そうなんだ。なってたりして、そこで、音程が。あ、そうなんだ。するのが、これは独自の発声方法なんで。いや、間違いない。ジジシャウト。ジジシャウトね。かっこいいでしょ。な、そうだ、名前以外かっこいいと思う。ベロをじゃあ、なんだろう、中域シャウトしてる人とかも、うん、ちょっとこう、位置変えてみたりとかして、音色変化させて。だいぶ変わる。ああ、まあまあそうだよね。イコライジングというか。あ、そうだよね。他のチャートも使えると思うね。うん。あ、そうだね。やってみてください。うん、ああこういうの好き。ジルから。一瞬のブレイク。あ、サビです。サビ来た。これあれだね。ブラックと似てるね。その、重なってる。そうなんです。クリーンとこのシャウトが。シャウトとクリーンがこう、バローン。そう、なんだけど、ぶつかってるんだけど、うん、そのハーモニーを綺麗に聞こえるような。確かにね。シャウトで。うん、うん。まあ、白玉で伸ばしてるっていうのもあるんだけど。はい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 。結構、ローカン強めな。確かにね。あの、クリーンがまあ、やっぱまあ、高いんで。うん。ジルカなんでね、うん。C とかですかね。そうだね。多分、一番上 C かな。なるほどね。うん、それよりは、こう、高低差つけて。うん。まあ、ちょっとユニゾンチックな感じでやってる、ね。そう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 。ああ、なるほど。本当にその通りです。バスドラ行くこと。
そうだね、あかんだね、ここはね、やってる、かっけかっけ、音色いいね、いいでしょ、あーいいね、これがジジイシャウトだぜジジイシャウトいいでしょ、微妙にかっこよくねんだよなそのワードのせいで微妙にかっこよくねんだよな。ジジイシャウトいいでしょ。ジジイシャウトかっこいいっす。めっちゃかっこいいっす。太いし、うん、なんかもう男って感じ。まあ本当だね。こう太くて硬い。いさ、あ、そうです。まさに。芯が。スゴジュって感じだな。マジで。そうですね。うん。勇ましい。勇ましい。勇ましいっす。俺がジジイシャウト。いやでも本当にニッチのシャウト勇ましいよな。自分で言ってたもんな、レコーディングの時。そう。俺のシャウト勇ましいなってちっちゃい声で俺しか聞こえないように言ってたもんね。言ってたかもしれない。実際先生なんかやっぱパワフルなんで。めっちゃパワフル。とにかく。この辺のさ、重なってる声が俺いいなと思ったんだけど。うん。ここジジイじゃん。そう、ジジイ。うん。この辺のがさ、すげえ低いの入ってたりする。そう、低いの入ってる。この辺の重なりもすごいこだわり。引きー！これが。いいね！これも、そう、ジジイの応用でいけちゃうんです。ジジイの応用ね。ジジイの応用。ジジイの。ジジイの応酬からのジジイの応用でいけちゃう。一番出てきてるね。ジジイっていうワードがね。ベロムとかそういうのじゃなくて、ジジイっていうなんか、バリ雑言が。この辺のね、重なりもこだわりを感じますよね。結構低いね。低いと思う。うん。うん。気持ちいいね。気持ちいい。うん。あー。止まる感じね、うん、そして戻ってきた、うん、ちょ、ここもいいっすか、うん、ここも一番でもあったんですよ、うん、あったね、一番でもあったんだけど、うん、これってすごい縦取りがね、そうだ、ん、ねめちゃくちゃ気持ちいいから、ね、いい意味で分かりやすいわ、うん、まあもちろんシャウトもそうなんですけど、うん、シャウトというよりもこれライブで体感したら本当に楽しいから、なるほど、確かにこれはね、やばそう、これは本当に楽しいから、うん、ぜひとも見に行ってください、お願いしますいいよね、ここね、いや、ライブ映えですね、うん、間違いなくね、縦がね、すごい気持ちいいんだよ、気持ちいいよ、気持ちいいよ、楽器体もやっぱこう動いてる、いや、間違いない、これ、うん、分かりやすいよ、うん、これ、うん、はいはい、魂、魂ね、あ、出た出た、こう聞く顔よ、ちょっとちょっとちょっと来たね、これは俺の声じゃないこれはセナラップですよ、セナラップ来たね、うちのギターの、はい、セナが、はい、あのファビュラスで、ファビュラス、ファビュラスで、うん、じゃあここにてセナラップ、レアレアいね、めちゃくちゃレアいし、レアい、すごいかっこいいからちょっともう一回聞きたい、いいですね、この辺だ、えらい変わったね、この勇ましい、来るよ、セナチン来るよ、はい、来た、あ、うまいぜ、イエーイ、いやで、交代、ここはちょっとこらえて聞きましょう、こらえましょう、こらえて聞きましょう、これやばいよね、気持ちいい、そしてやあ、気を出て、気を出て、お願い、もう言いたくてもうここまで出てた、今マシンガンだね、やばいでしょ、ドク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 って撃たれてるみたい、ここマジマジマジ撃たれてる、撃たれてるね、ドク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 って、あのすごいタイミングよくあのウォーターサーバーもドクドクサーバーで泡だったね、うちのウォーターサーバーが、あいつも感動してるよ、感動してる、すごいすごいね、これもうここもかなり激しい、そうなんです、ブレイクダウン来ましたね、うん、ここだってあれだ、 YouTube でこの機能あるんですけど、このリプレイが最も多い部分みたいな、え、出るんすよ、ほんとだ、出るんすよ、これ知らん、これほんとに知らなかった、おじいちゃんじゃん
本当のジジイじゃん。本当にジジイだった。ジジイの反応やめてくれ。ジジイリアクションやめてくれ。そうなんだ。そうそう。だから多分ここみんなやっぱ好きなんよ。皆さん見えますか？これ画面に書いてるでしょ。これリプレイ回数が書いてあるわ。最も多いって出るんですよ。長いのがいい。ここもいいね。うん、ここやろうぜ。ここやろうぜ。ここやろうぜ。今からやろうぜ。I got a fucking soul。ここやったね。で、やった。ここやったんで。で、ここにくれた。ここも重なってるんでね。かっこいいね。かっこいいね、ここ。いつも一緒にいてくれませんか？これやるとき。大忙し。通話のとき大忙し。この辺とかも僕の声も一緒に入れさせてもらったんですけど、うん、そう、ここのガテラルのところとか、うん、まあ随所に入ってるピックのところとかね、うん。うん。この辺着目してくださいって感じなんですけど、ここすごいよ。重なってるから。うん。厚みが。ね。ギチギチ。ね。ギチギチ。あ、いいね。映像もいいよ。うん。ああ。ああ。ああ。ここからサビなんだね。そうなんだよ。ね、この運動。待って、この曲緩急やばい。やばいでしょ。緩急やばい。そうなんですよ。緩急やばい、なんか。こうなってると思ったら、ズワ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 ズカズカ来たりとか。来てる。こうやっぱ引き際を知ってるというか。恋してるみたい。恋しちゃう、この曲。確かに恋しちゃって。恋しちゃう。あれ、LINE 返ってこないみたいな。あ、なるほど、ね。あんなに LINE してたのに。今日は何食べるとかって、いつも送ってる当たり前のような連絡すらも。おはようからお休みまでやってたのに。帰ってこないと。あれっつって。だから中毒性があるんですよ。で、15万回聞いちゃうんだよ、みんな。ありがとうございます。ありがとうございます、これね。すごいですね、うん、これね。緩急やべえわ、と思った。うん。うん。この辺、うん。ここ失踪なんだよ。そう。パワー来たりとか。いいね。俺、リッチョのベアがマジ好きで、あ、とあとあとスタート気持ちよくなっちゃった聞こえてないのに聞こえてない勝手に流しちゃったマジであ今日もライブやったもんねそうですよねそうですそうです降ってきたからその余韻でなっちゃったんでしょそうなんです覚えてたんでしょ体がね余韻で体が勝手に余震みたいなグーってそんなことあるかそんなことあるかで何の話してたっけ忘れちゃったどうだっけあそうそうそのリッチョの、うん、リッチョのブーが、うん、なんかこう糸引いてるんだよね。あー、ネバネバね。ネバネバ。リッチョのベアはもうね、ネバネバなの。確かに。ブエーって。そうなんだよ。こういう感じでしょ。そう。ほんと、ブエーそう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 。そうなんです。下の、これ下なんですよね。そう、俺とかはもうちょっとさっくりいっちゃうから。ブエーってやっちゃうけど。なるほど。それちょっと早すぎだよ。そう。ブエーってやるからさ。これが好きなんだよ。これが気持ちいいとこですよね。そうなんですよ。俺ポイントにした。そう、いや、ほんとにそう。ネバネバネバってやる。めっちゃもたってる、この人っつって。そうそうそう。いや、でも、それがいいのよ。ね。ぐわーってなんの。それが俺好きなんですよね。ありがとうございます。そうなんですよ。長いでしょ。長いだろ。長いだろ。確かに。ネバネバ。あ、かっこいい。いいね。あ、いいよ。たたてたくなのかあどこどこはどこ緩急のここはどこ私は誰本当にあ、なんか来るよあフェニックスなんだこれなんだこれ遅れてきたなんだこの曲この曲やばいね常識を覆しとるな常識外れですわこれ曲って感じね本当だよねこの部分に関してはなんか最後の神様みたいな声がどこから来たの
ちょっともう一回聞こう。ブーってやってたんだ、なんかな。ねえ。なんて言ってんのあれ。あ、待って待って、ここもリプレイ回数多いよ。わっ、さっきのと並んでるよ。ほんとだ。すごい、こんな2個あるの初めて見たよ。マジ？うん、初めて見た。確かに。覆してるよ。これね。うん。次ね。やばいんですよ。すごい。やばいんですよ。何この声。これリッチの声でしょ。これ全部、ここは、私の声。これリッチの声なんだよ、これ。はい、すごくない？やらせていただいて。これ、初めて聞いた時に、なんかこういう、なんかその、うん、プリセットみたいな、やつあんのって。これが、一番いいと思ったら。なるほどね。そうそうそう。違うんですよ。これは全部、自分の声でやらせていただいて。どうやってんのって。ってやつと、弾く。弾く？でもこれが、結構メインで。あ、それすごいね。これそれだわ。これめっちゃそれ。それかなり原曲っぽかった。あ、ほんと？いや、でも。あ、でもそれ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 。怖い。いいね。この、ちょっと質感違うね、二人とも。確かに、確かに。なんかね。まあ、多少の。ここも魔法入れてほしかった、ぶっちゃけ。確かに。あ、確かに、確かに。神様ボイスね。神様。一緒に神になれたかもしれない。いいね。ゼウスとなんか、他の。ポセイドンみたいな。ね。ここも入れたよな。ここ入れた。最後のピック。このわけわかんないこの音ピローピローなんだよ自分の世界入っちゃったそうだよ何この音すごいでしょリコーダーみたいなさ放課後に聞こえてきそうなサウンドをさここに使うんだねっていうねそんなことなのすごいよほらこれこれすごいこれフルートですフルートですすごいよすごっやばすぎだわなんかエヴァみたいねえエヴァンゲリオンみたいなみたい神話の物語を楽曲にしたような、うん、そうだね詰め込み放題でなんかもう最後の神の怒りみたいな、うん、そう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 最後なんかギタギタにぶっ殺される感じしたもう毒が回ってきてそうまだもう神もこんなになってんのにそうみたいなもうあれクランダースの犬みたいな感じでなんかもうこう、こうなってるもう召されてかけてんのにまだめちゃくちゃフル攻撃されるみたいなそうカサッドゥルルそうそうそうもう終わってるよピーローリューのドローンみたいなこれがオーバーキルにまた繋がってくるんですよなるほどねいやいろいろ教えてもらって勉強になりました自重シャウトの下りとかさあ低い、はい、すっごい低いシャウトのところ、はいはい、最後のあそことか勉強になったなありがとうございます素晴らしいということで今日は完璧なベノム仕様のエリコ君と一緒にお送りしてまいりましたありがとうございましたおはようしゃー寝ようぜみんな12時だからもう確かに12時だおやすみ皆さんありがとうございました。